まず中学生というのは準備段階の時期だというふうにまあ僕は捉えてましてえまあどうしても中学1年生2年生3年生本当にこうまあ体格差であったりこういろんな差がね出るところそして1年生の子も3年生になるとぐっと伸びたりすることもあるのでまあその中でその準備段階まあ各個人的にまあ個別でこういう練習が必要な子 こういうい練習が必要、ね、そういった形で分けて練習するということも大事にしてます。